線は強いですけどね。レフトに高々と上がる、その恐れていたホームランが入る、川上打たれる、バウジルスのツーランホームラン、1回から大きな点がベイスターズに入ります。小松さん言っていたその一発です。出ちゃいましたね、はい、今のカットボールじゃないですかね。そうですか、カットボールがね、インサイドで投げちゃうんですね、はい、3号ツーランで4対0、この笑顔です。1回からなかなかこう4点取るということもなかったかもしれませんね、最近。いや、打った瞬間に分かりましたね、ちょっときついですね、日本ではね。